Y500KY511 編成の行き先表示器がフルカラー LED 化されました。横浜高速鉄道は、2月15日、Y500KY511 編成の行き先表示器を、フルカラー LED のものに交換しました。Y500K は、2004年の横浜高速鉄道港未来線開業に向けて、横浜高速鉄道保有の車両として導入された通勤型電車です。東急5000系と共通設計となっています。現在は、8両編成6本が所属しており、港未来線と、相互直通運転を行う各線で運用しています。今回、Y511 編成において、行き先表示器が、3色 LED のものから、フルカラー LED のものに交換されました。Y500系の行き先表示器がフルカラー LED 化されるのは、今回が初めてとなります。元町中華街行きの際には、行き先表示器に、港未来線のキャラクター、MM さんも表示されるようになりました。また、運行番号表示器については、白色 LED のものに交換されました。横浜高速鉄道によると、Y500系について、今年度中に、車外表示器のフルカラー LED 化を順次進めていくとしています。また、今後は、2024年度から2025年度に、車内 LCD の更新、2026年度から2028年度に、車両への、車椅子スペース、フリースペースの増設を進めるということです。これで、2月15日の KAB ニュースを終わります。